オンのクラウドモンスターハイパー、スーパートレーナーに入ると思うんですね。いや、そうですよね。いろんなことができる。今までスーパーシューズも含めて履いた中で一番いいと思います。一本目からこれにしてよかったと思います。なるほど。皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。ということで、皆さん注目のこちら、オンのクラウドモンスターハイパーでございます。クラウドモンスター、みんな大好きクラウドモンスターですよ。で、クラウドモンスター2がいよいよ出ましたっていう話をしましたが、2ね、2ね、色似てますね。まさかのほぼ直後、ハイパーというシューズが出てきましたということで、気になってる方もいると思います。何なんだろうと思って、どっち買えばいいのか、どっちも買うべきなのか、どう使い分けるのか、この辺はちょっとね、違い含めてお話聞いていきたいなと思いますが、どうですか？結論から言うと、これすごいめっちゃいいです。スーパートレーナーに入ると思うんですね。いや、そうですよね。いろんなことができる。難しいです。結局ポンポン系なんですけど、ポンポン系で、このオンのスーパーシューズのクラウドブームエコー3と同じこの素材、反発弾性の高い素材を使っています。すごい贅沢ですよね。そうで、ヘリオンホームで包まれてる感じなんですけど、スピードボードがない、これ特徴ですよね。はい、今見えなくなっちゃったんですけど、スピードボードの中に入ってまして、オンってもうずっとスピードボード入ってましたよね。この屈曲を調整するみたいな、プレートみたいな感じのものがない。そしてこのスーパーシューズのクッションを使ってるってことで、がぜん期待するところなんですけど、海外のレビューとか見ると意外とダメだみたいなこと言ってる人がいたんですけど、僕たちの意見は一致してて、すごい足が軽くなります。そうですね。実際私朝ランとかで履いて、大体5分早くても20秒ぐらいなんですけど、ペースってなんかやっぱついつい上がって4分20ぐらいまで。そうですね。これもうポンポンいっちゃいますね。足がもう本当回転して、ちょーんとついたらポーンって返ってくる感じで、本当忖度なしで、これペバックスっていうね、いわゆる反発弾性が強くてねじれとか復元力の高い素材なんですけど、これをね、あんまり潰さなくても返ってくる感じは、調整がもう今までスーパーシューズも含めて履いた中で一番いいと思います。反応がすごい、これ履きやすいですよ。同じあれですよね、ペバックス使ってるって言っても、各社レシピが違いますから。しまいますからね。そこがお好きってことですね。ぐじゅって潰れる感じのナイキのね、元祖ですけど、ズーム X フォーム使ってインビンシブランとかちょっと沈む感じじゃないですか。そういうリアクションがめちゃくちゃいい。なるほど。だからペース上がっちゃうんですよね。足を見たらポーンって返ってきますからね。上がっちゃいました。反面、価格が高い。26,400円ということで、これちょっと分かりますけどねちょっと高いな。なぜならね、こんだけペーパー使ってっていうことですからね。だからお値段的にモンスター2とモンスターハイパーを両方買うっていうのはちょっと現実的じゃないなと思うんですよね。やっぱりモンスター2の方はスピードボード入ってますんで、オーソドックスなデイリートレーナー、そうですね、かつ他社さんと比べるとやっぱりこのクラウドテックがね効いてきますから、水平垂直方向に潰れてポーンっていうポン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 寄りじゃないですか。ポンポン寄りで、今回ね、前足部にも素材の柔らかいヘリオンフォーム使ってますので、ポンポンいきますよね。こちらもう完全にポンポンどころか、もうポン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 跳ねていくので、そうですね、難しいですね、表現が。そうだから、こちらがね、アシックスでいうとノバブラストでスーパーブラストって関係なんですよ。それ分かりやすい。一番分かりやすいかも。なるほど。なのでおそらくこちらが一番安定感が担保されます。ですよね。安定感ありますよね。担保されるんで、例えばマラソンで4時間切りたいとかも、4時間前半で6分ペースなんとか押したいっていう人にとって、これでもプラスアルファのポンポンがあるじゃないですか。クラウドモンスター2クッションね。これも全然ポンポン応援してくれるクッション感があるじゃないですか。そうか、だからノバっぽいってことですね。そう、ノバっぽい。いや、藤原さんもうちょっと僕らもなんとかないですかって言ったら、こういうことになるでしょうね。スーパーブラスト。はい、スーパーブラストみたいな。ちょっと他社の名前出したんですけど。ですけど、そうですね。めちゃくちゃわかりやすい。なのでちょっとサムシングスペシャルなバウンドなので、4時間以上の方で、また例えばちょっと後半いつも落ちてしまうとか、前半入りすぎてしまう人なんて、レーシングシューズとしては軽くないですよ。そう、272g。軽くないです。だからそれをうまく使っていくといいと思うんですよね。そうですね。実際このトータルのロングディスタンスの距離ではうまくいく可能性が。そうですね。確かに。なんかスペックの比較でいうと、クラウドモンスター2が重量でいうと 295g だったかな。ドロップは 6mm ということですね。ハイパーは同じドロップ 6mm のちょっと軽くて 272g ということなので。ので、そういうスペックの違いもあるんですね。まあ悩ましいぐらいのスペックなんですけど、26,400円の価格を出しても、はい、買いたいっていう人はやっぱりそこのレースシーンの人でしょうね。確かにね、ちょっとめちゃくちゃいいと思うんですよ。いや、確かにこれは26,400円のがぜんこう価格価値が変わっていきますよね。そうですね。確かに。いやもうなかなかサブ4できないとか、はい、サブ4したけどもうその次からまた破れないとかっていう人は、こういうねスタイルでブレイクスルーしていただくのもいいのかなと思って。そうですね、最高です。これにはモンスター2はどちらかというとフィット感、どっちかというとその大きい、あ、そうですね、大きかったですけど、はい、こちらはトゥルーサイズですね。全然いつものサイズで大丈夫でした。フィット感も良くてガセットにもなってたり、まあやっぱりレーシーな雰囲気がもう溢れてますけどね。確かに。フィールカップはまあモンスターと同じでそこそこちゃんとしてますから面白いですよね。本当スーパートレーナー、レーシングシューズでもなくてデイリートレーナーでもなくて、難しい、まあ真ん中のねっていう感じですよね。そう、ビットインだって感じですね。いや、なんか僕最近そのちょっと速いジョグしたいモードなので、すごいそういう、それは最高にでもめちゃめちゃ使いやすいなっていう。僕もその速いモードの時に使います。要はその次の日ワークアウトするとかでちょっとこう早めに気持ちよく足動かしたいなって時は、もう1本目からああこれにしてよかったと思うんですよ。なるほど。1本目から思いますよ、マジで。1本目から、ああこれだこれだったんですよ。なるほど。リアクションが本当にいい。それが面白いなと思って。いいですね。じゃあそのペバのレシピが一番藤原さん好みだったという。だからね、ちょっと思ったのは、もっとその速く走ろうとするとちょっと調整がやっぱりこうミドルなペースに調整されてる感じがあるんですよね。ああ、そういうことですね。だから速いスピード出すとなんかもたつく、やっぱ重さもあるんで。だから3分経って、そうそう、それは無理みたいな話じゃない。ちょっとそういうのには僕も使わないですね。だから5分切っていくとか、僕のジョグで4分とかでピヤーっと走るのにはすっげえ気持ちいいですよね。すっげえ気持ちいい。だから価値がね、この26,400円、あ、このシーンならっていうんだったらもう絶対おすすめ。そうですね。そうですね。というシューズでございますので、はい、ぜひねクラウドモンスター2と比較を求められた方参考にしていただければと思います。まあいずれにしてもどちらもおすすめのシューズということですね。はい、シューズの詳細概要欄にも貼ってますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。